皆さん、北朝鮮による日本人拉致事件、今から40年から50年前、1970年から1980年代、北朝鮮の工作員や在日朝鮮人、淀号グループ、日本人協力者などにより、多数の日本人が北朝鮮に拉致された国際犯罪事件です。テロ事件です。拉致事件はテロ事件です。テロリストとの交渉はありません。断固戦うのみです。拉致被害者のご家族の皆様も覚悟を表明しております。拉致被害者の命に関わるので、穏便にとの時期は過ぎました。国家が国民を守らないで、誰が守るのでしょうか。1977年、昭和52年11月15日拉致された新潟の女子中学生横田めぐみさん、当時13歳、北朝鮮に13歳の娘が拉致され、なぜ取り返しに救出に行かないのでしょうか。拉致被害者救出奪還に国会で特別立法を制定し、自衛隊を朝鮮半島に派遣、武力による威嚇と武力の行使で奪還するほかありません。アメリカ軍は日本人拉致被害者を救出奪還してはくれません。あなたはいかがお考えになりますか。